どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もこのちっちゃいウクレレを使っていろんな曲に挑戦してみましょう。はい、今回はですねザ・ブームの島唄ウクレレでやってみようと思います。はい、前奏はちょっと単音弾きで、やります。あとでちょっと解説するんですけど、アルペジオとか、まあ、織り交ぜて、まあ、こう感情を込めてまた歌えればいいと思います。ウクレレのコードはね、ガズレレオリジナル簡単アレンジになっておりますので、ちょっとやってみましょう。また後ほどいつものように解説を入れますので、はい、じゃあやってみます。いきます。1、2、3、4。そういうわけでガズレレ流ちょっと簡単ショートカットバージョンで、やらせていただきました。はい、どうです？ちょっとなんか雰囲気がなかなかね、歌がこうエモーショナルな感じに歌えるようにやりたいんですけど、コードの解説をしようと思うんですが、見てください。コード解説するほどのこともないコードで、一応収まっております。はい、 C と F と G7、 もう典型的な3コード。 Am7 は G7 の人差し指が離したやつ、まあ、これとこれはもうね兄弟分なんで簡単です。 Dm は F に1個足したやつ、よくいつも言ってる定番のものでこの名曲が奏でられます。はい、弾き方なんですけど、アルペジオっていう弾き方ですね。これ最初の方は
はい、これはですね、私のガズレレ YouTube 完全ガイド、こちらの方からアルペジオの弾き方、これを一生懸命練習してください。はい、で、最初のイントロのメロディーですね、メロディーをちょっとじゃあよく見てください。書き出すとねややこしいんで、まずですね、最初3弦の0フレット、次、はい、3弦の0、2弦の0、その次2弦の3、次1弦の2、次1弦の3、次また戻って2弦の3フレット、最初からいきます。でまた戻る、1フレット013弦の204弦の43弦の23弦の0です。もう一回ちょっと分かりやすい、見えるかな、ちょっとやってみましょうか。4弦ですね、もう一回やってみましょう。これをワンフレーズ、弾いてから曲が始まると、厳かな感じが出るのではないかと思われます。はい、そしてところどころですね、トロロン、トロロンと言いながらこうアルペジオを入れたりとかするのもいいですね。で、最後の盛り上がるところは、しまうたよ8ビートっぽいというか、うん、最後はちょっとスピード感があるような感じで、ね、演奏できればかっこよくなるんじゃないでしょうかね。そういうわけでザ・ブームの島唄ウクレレで挑戦してみました。もちろんね、初心者の方はコードは簡単ですから、じゃん、英語の花が咲き風をより嵐が来たというように4つ打ちでもいいと思われます。ちょっと気になった方いると思うんですけど、2拍のやつがちょこ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 入ってくるんで、リズムはですねちょっと難しい、思ったよりやると難しいんですよね。その2拍の場所さえ確認すればうまいこといけるんじゃないかと思います。はい、そんな感じで簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございました。さようなら。